えー、今回の動画はレビュー動画、えー、こちらの真ん中の、えー、コンパクトベース、レビューします。通常の大きさのベースが左のベースですけれども、だいぶちっちゃいですね。だいたいエレキギターと同じぐらいの大きさとなっています。原行型は2台目になっていますねで。2台目モデルのこちらはアクティブサーキットが入ったモデルになっています。中古で入手しまして、ものすごく綺麗な状態だったんですね。もう傷が全然ない。 というか、もう元々壊れてまして、XTCT が入ってました、バルトリーニーの。壊れていたので、TCT に交換したという経緯がありますえ。全くの純正ではないんですけれども、操作性だったりとか、聞き心地いいですね。あとハードウェア、パーツなんかは純正のまんまですので、ご検討されている方にも改造すればここまでいい音が出るみたいな参考にもなると思うので、ぜひぜひご覧になってみてください。では、詳細見ていきましょう。 はい。えー、では、詳細見ていきます。えー、このコンパクトベースというロゴが振られています。最初の初期モデルは、えー、ロゴは何もない状態だったようですが、現行型はこのロゴが振られています。ペグですね。メッキ感あふれるというかですね。値段帯もあると思うんですけれども、まあ、ピカピカした仕上がりになっています。保湿が高い感じではないですね。裏、ちょっと見てみますね、ペグの。 こちらもやはりですね、まあ値段相応というか、最低限のペグがついている感じになっていると思います。えっ、ー、と、この辺の反射具合とか何打ってたりするので、まあこういうパーツ、まあこういうグレードのパーツになってしまっているという感じです。ナットだって普通のプラスチック なのかなどうなんでしょうね。プラスチックだと思われますけれども。プレットは太めのものがついてますね。これは私が好みです。でそれから、えー、このブロックインレイになっています。で、これがですね、あの、ちょっと精度があんまりなのか、この隙間のところがですね、あの、汚れが溜まりやすくなってますね。うん。まあ、値段仕方ないのかなと思いますけれども。はい。 で、えー、っとですね、このフレットの処理に関してはすごく良いですね。滑らかに仕上げてあります。全く引っかかるところもないので、えー、とても弾きやすいですね。フレット数は21フレットまであります。それからボディを見ていきましょう。 綺麗なアッシュですね。これはなかなか雰囲気が良いですね。で、黒いピックガードなのですが、これ安いベースにありがちな安っぽさはあまり感じられません。ネジもね、なんかちょっとあのペグとは違って、ちゃんとしたネジがついてる感じがします。初期モデルにはなかったんですが、現行型からアクティブタイプのベース販売されました。2ボリュームトレブルベース、 で、そしてこちらにジャックが空いているということですね。シムバゼルの場合は2ボリューム1トーンでジャックがここに来て、で、こちらは何もないという状態になりますね。と、ネックの調整穴はこちらの下にあるということですね。簡単にネック調整できますね。ピックアップ、ジャズベースタイプのが2つ。ノーマルの大きさのジャズベースのピックアップが入るということなので、交換が簡単にできます。 それからこちらのブリッジですね。ペグと一緒で結構ピカピカした感じありますね。ですね。まあ、ちゃんと仕事はしてくれると思います。で、このボディのね、木材の存在感とか塗装の感じが結構楽器の雰囲気を左右したりすると思うんですけれども、塗装仕上がりとか木目とかに関してはとてもいいですね。で、裏側を見てみましょう。他の動画でもちょっと言及したことあるんですが、の安いベースだとつなぎ目がね、結構こういう ところで出てたりして、違う木をこついであるのがすごくよくわかるっていう例があると。これはとってもいいですね。これもしかすると1枚板かなついでるとこがないかもしれませんね、完全にね。素晴らしいですね。ハードウェアのメッキとかでいろいろ言ってますけれども、木材とか、そういう部分はもう交換できませんので、いいもの使われてると本当に嬉しいですね。使い込むんであれば、 さっきから言ってるピカピカしてる部品は交換してしまうと思うので、このボディがいいのは本当に嬉しいです。下がありますけれども、これはアクティブサーキットの電池が入っています。で、ネックの裏見ていきますね。こういう感じです。はい。まあ値段にしてはいい木目なのじゃないのかなと思うんですが、えっと、この辺はもう運なんですけど、ここにね、 節らしきものがありますねこういうベースを選ぶとあまり良くありません。まあ、でもしょうがないかなという感じです。はい。あの、店頭で選ばれる際にはこういう節目がないものを選ばれるのをお勧めします。でこれ以外の部分では、あの、印象の悪いところはそんなにないかなと思います。こういう木目が出ている場合は、まあ、頻度高めにネックのメンテナンスしてあげるといいんじゃないかなっていうふうに 思います。で、表に戻りまして、こちらのベースは、プリアンプをもうすでに交換してしまってあります。ね、純正状態ではないですが、一応見ていきましょう。ね、開きました。え、小さいベースですので、結構きつきつですね。バルトリーニの TCT っていうプリアンプが入ってます。 同電塗料なんかが最初から塗られていました。最初からこういう形なのかはわかりません、えー。ここがね、ちょっと広げてありますね、はい。真ん中のところでちょっとプリアンプが入る大きさに切られています。 これおそらく買った時にはこうなってないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、バルトリンニのこういうプリアンプとか入れたいと思っても、ね、こう、イックガードのところにザグリを入れたりしなくても、ここをちょっと拡張するだけで入れることができるっていうことにはなっています。これはすごくいいと思いますね。 アギュラーとかの小さいのだったらもしかしたらこう拡張しなくても入るかもしれないんですけれども裏側のポットなんですが小さいやつしかもう使えませんこの辺もちょっと変えてあります元々ついてたポットが壊れてたポットを交換してあるという感じになっておりますはい外観はこのような感じです XTCT についてまとめた動画があるんですけれども、そちらの方で TCT 系のプリアンプの使い方、考え方みたいなのを詳細にまとめてますけれども、その時のやり方を踏襲して、前回から作っていきます。ドレブループとベースをフルブースト状態ですね。 はい、こういう音です。で、ミドルの調整は中に入ってるんですけども、TCT の場合は 300Hz でカットしているので、カットしすぎると低音がごっそりいなくなっていきます。美味しいところで止めてあります。こう、フルの状態から、時計で言うと2時ぐらいのところから、あの、いろいろ調整してみますね。えっと、コンプレッサー効かせるならこのぐらいがいいのかな。コンプがないならもうちょっとカットした方が。 他の操作に関しては、一般的なジャズベースと同じですので,で、あともう一個気づいたのが、これ純正のピックアップというか、このベースだからかもしれないんですが、この手を離した時のノイズ、かなりでかいです。触ると、あの、収まるので、減圧はちゃんと効いてるというか、回路的な故障ではないんですけれども、ジ、うん、ーってノイズがね、ヘッドホンで聞いてもらえるとわかるんですが、 結構普通のベースよりも大きいのかなと思いますね。もしかするとピックアップにノイズ処理をすると収まるところもあるかもしれないんですけれども、ここまでちょっと激しいとピックアップ交換なのかなというふうに思います。えー、次は実際に弾いてみたいと思います。 はい。えー、以上サウンドチェックしてみましたが、いかがでしたでしょうか、えー、思ったよりも、普通のベースと同じように弾くことができました。もちろん、長さが短い分、こう、テンションがね、ちょっと弱かったりとかっていうのはあるんですけど、全然共用範囲かなというのが正直なところです。重さも軽いので、ベースを持っていこうかなとかって迷う時に、まあ、これだったら持っていけるかなっていう時もあるのではないでしょうか。 小さいベースが欲しいなと思った時に、万円ちょっとで使えるベースがあるっていうのは本当にいいなというふうに思いますね。ただ、なんとかしなきゃいけないなと思ったのは、ピックアップのノイズですね。ちょっとジーっていうのが大きくて、ヘッドホンなんかで練習する場合はもう、ちょっと辛い感じがありました。あの安いこの楽器体のベースを買えば、どれも同じような感じですので、えっと、値段相応なのかなというふうにも思います。 ックアップにお金をかけてあげれば、まあ、またこういうふうにね、プリアンプとかも好みのものを入れてあげるとかなりいい音になると思いますね。はい。実践で使えるようなベースにもなると思います。はい。えー、今回の動画いかがでしたでしょうか、えー、ちょっと変わったベースを見てきましたけども、もコンパクトベースですね。他にも、えー、パッシブのモデルだったりとか、まあ、あとカラーバリエーションも結構豊富だったりしますので、興味ある方はぜひ 概要欄にリンク貼っておきますので、詳細の方をご覧になってみてください。ちなみにこの動画は特に案件とかではございません。はい。ので、あの、いろいろ言っていますけれども、もちろん案件もお待ちしております。はい。ではまた次の動画でお会いしましょう。